皆様、こんにちは。政治ンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。猫になりきっていましたね、かっこ笑い。すごく楽しかったです。19歳にして猫じゃらしで遊ぶなんてかっこ笑い。普段から寝顔とかが猫っぽい。 って言われることがあるんですけど、猫好きの方って本当に猫っぽくなってくるらしいので、しっかりやりきれたと思います。自分で似てると思う部分はあるすぐ寝るところです。どこでも寝ます。暖かいところを見つけるのが好きで、あとは隅っこ好きなところ、車とか一番後ろの端っこがすごく好きで、 よっかかって寝ています。青木の見どころ毎度、チーム H 昇格をきっかけにショートカットにした、と永ながが、イメチェン後初のグラビア登場。HKT48 の相子猫の里子と戯れているうちに、自身も猫に変身しちゃったという設定で、猫になりきってもらいました。どんな人見知り猫も、 アキちゃんのなでなでテクニックにはメロン。中でも水着で抱っこするカットは、キュートさだけでなく、包容力も感じさせる極上の一枚です。さらに猫じゃらしに、満面の笑顔で戯れるカットは、永久保存級の可愛らし猫好き必見のグラビアがここに誕生です。